振り返ってみると彼女はいつも一人ぼっちだった。いじめに遭うみのりに声をかける勇気が持てないたかしと京子。そうしてみのりちゃんの笑顔を見られないまま時間だけが過ぎていった。夏のある日、たかしと京子に届いた不思議なメール。それは3人の思いが起こした奇跡。みのりちゃんはもう一人きりじゃないんだよね。クリオネのあかり、2017年7月放送開始。